激辛ジョニーです。今日もみんなの星に火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、というわけで今回ですね、山形県にあります鬼ヶ市本店さんに来ております。今回ですね、初になります。はい、納豆激辛ラーメンになります今回は。で、一応ですね、なんかお店の方に聞いたところ、山形はですね、納豆の消費量が全国で指3本ぐらいに入るぐらい、めちゃくちゃ納豆を消費する県でして、お餅に納豆を入れたりとか、味噌汁に納豆を入れたりとか、もうご飯限らずね、いろんな料理に納豆を使うそうです。今回ですね、この超辛の5辛に挑戦していきたいかなと思います。それでは早速行った人の感想を見ていきましょう。なんか急に刺激が欲しくなり、お昼は鬼ヶ市本店で超辛大盛り辛さトッピングかけるにまだお腹があったかい感じと、ということで、ね、まあなんか大量の唐辛子、一味唐辛子となんかちょっとあのオリジナルの唐辛子を混ぜてなんか投入してるそうで、ふんだんに唐辛子を使ってます。早速、中に入って挑戦していきたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、というわけで早速なんか入ってきたんですけども、これありますね、メニュー表に、こちらの納豆ラーメン。はい、納豆ラーメンはその非常に健康的ですね。納豆に含まれる納豆キナーゼで、血液がサラサラになる、効果があります。やっぱね、辛いのと混ざらわればね、もう新陳代謝で汗だらだらの、血液サラサラ、これはもう嬉しいですね。で、一応ね、この超辛はここのお店で出た、辛さの最高はなんか4倍らしくてですね、まあ、今日は5倍ということで、最高記録を狙っていきたいかなと。来たー、こちらが納豆ラーメン超辛5倍。すごいなこれ。いや、これが5倍分の唐辛子です。これすごくね。通常はね、あのこの状態で出てきます。ちょ、今回ね、そのどれぐらい入れてるかっていうのをちょっと分かりやすくするために、この5倍の分だけちょっと別皿に持ってます。で、まあ、さちょっと最初はまずこの超辛のデフォルトバージョンで食べて、まあちょっと食べたらこれをちょっと投入していきたいかなと思います。いただきます。さあ、納豆ラーメン超辛5倍お手並み拝見です。おいでやす。さあ、じゃあまずスープからいってみましょう。いただきます。あおし、あおし、納豆とか山芋も入ってますね。このスープにちょっととろみがあり、あとね、海苔も入ってるので非常に香りがいいですね。超辛はこれいいね、ちょうどいいわ。トロトロのこの納豆に絡めていってらっしゃい。こんなに合うな、これはいいね。うん、うん、さあ、楽しい食事はここまでだ。ここから地獄の激辛バトルが始まる。この5倍、超辛5倍のこの激辛粉を混ぜていきたいかなと思います。いきます、いきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。えぐいな、こんな入ってんの。普段あのもうラーメンスープに溶けてる状態やっぱほぼ見てることが多いんで、これはすごいな。じゃあちょっとこの出来上がった
超から5から5倍か。いきます。スープがね、これとろみがあるから麺にまあよく絡みつくんですよ。申し分ない。まさに鬼。鬼だこれは。鬼畜だ。口の中のビリビリのバーバーです。たどり着いた教師、残りこのスープのみ。最後このネバネバ激辛スープを飲み干して、この激辛また気をつけたいと思います。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。鬼がらし本店さんの納豆ラーメン超辛5倍辛さレベル、じゃがバーちゃん辛さレベル 6.5 です。はい、 6.5 です。うん、シンプルにね、納豆がこんなにラーメンに合うとは思わなかった。納豆はね、こういうご飯にしか合わねえだろうと思ってましたけども、いざね、やっぱこのラーメンに入ってると納豆のとろみとこのスパイシーなね、ちょっとその辛みのあるスープと交わって非常に美味しかったです。納豆以外もね、山芋とかあと海苔ですね、そういった海苔の香風味が豊かで非常に美味しく食べたかなと思います。デフォルトのバージョンだとの方がやっぱ美味しいですよね。普段はやっぱラーメンの中にこの粉というものが溶け込んでますから、いざ目の前にするとうわっとこう圧倒的な迫力がありましたけれども、まあね、おそらく、まあ、あの超激辛唐辛子といわゆる言われるような、そのハバネロとかブートジョロキア系 の辛さはしなかったんで、まあ本当に嫌な辛さがしなかったです。うま辛かなと思います。体にいいこと尽くしですね。納豆キナーゼで納豆の血液サラサラ、汗かいてデトックス、女性におすすめです。はい、ぜひ、激辛マニア、そして辛いもの好きの方はぜひ挑戦してみてください。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、あとツイッター等々更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。あとこの後サブチャンネルで、この、ね、餃子とご飯をいただいたので、この食べる様子をサブチャンネルに、流してますので、ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。またね。